こんにちは、ほのちゃんチャンネルのほのかです。今日はジャスミックグラシです。おやすみスミックグラシを開けて遊んでみたいと思います。じゃあ開けるね。いいよ。白クマと猫ちゃんはちょっと見たんだよね。じゃじゃん。はい。音楽が鳴ったり、押してもいい？光ったりするみたいなんだけども、どうかな？電池も入れてあります。はい。触り心地は？なんかね、ちょっとだけなんかふわふわっていうかさ、なんかさ、ニンニクみたいなさ、ニンニク？みたいな触り方が。ニンニク？なんだみんな笑うの？ちょっと見せて。こんな感じ。よいしょ。癒しのメロディーとふんわりライトで一緒におやすみ。寝るときにやるのかな。ちょっとおもちゃ屋さんで見つけてこれが欲しいこれが欲しいって言ったので買ってみる。あ、寝てる。嘘でした。ってことで始めてください。はい、いくよ。じゃん。これは光るだけもあるけど、聞こえますかね？こっちから聞こえる。ほっぺが光る。紫になりました、うん、あ、眠くなってきた。ちょっと違う曲、ちょっと違う曲にしてみますね。できちゃった。じゃあ違う曲ね。もう一曲。トトロ。トトロ。スミックグラシ。あ、潰れてるちょっと。ああ。トトロ。トトロじゃないよ。トカゲでしょ。トトロ。長押しすると音楽がなしで光るだけなので、じゃん。で、これが面白かった。なんか可愛い。やだ、トカゲくんの背中が閉めて閉めて。よし。あ、ほうちゃん昨日トカゲくん描いてなかった？あそこの持ってきて。ソファに置いといてあげて。じゃあチャ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 、ほのちゃんのトカゲくんとなんだっけ、猫ちゃんの劇場、猫ちゃん劇場の始まり始まり。トカゲが最初出てきました。昔あるところにトカゲと猫がいました。そして一緒に
こんにちは。わ、反対の。触り心地のいいふわふわなトカゲちゃんです、うん、あれ一緒の顔じゃん。よかったら買ってみてね。今日はすみっこ暮らしを開けてどんなものか紹介してみました。はい、はい、すっごい欲しがってたよね、うん、ずっと欲しがってたんだよね。うん、誕生日5月、1月だったから。コロンコロンでとっても可愛いすみっこ暮らしでした。ブーブー。すみっこ暮らし買った感想どうでしたか？めっちゃ気持ちかった。気持ちかった。気持ちいいよ。音楽も鳴るよ。してみて。反対。あ、寝ちゃいそう。それでは皆さん、お会いしましょう。また見てね。バイバイ。